皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの永井花子です。私は今茨城県南部の稲敷郡阿見町にあるこちらヤンマーアグリソリューションセンター関東にお邪魔をしています。中をちょっと見てみると、おー広いですね。総面積はなんと2万平方メートルあるそうなんです。トラクターとかコンバインとかたくさん並んでますよ。この後実際に潜入をして皆さんに中の様子お伝えします。アグリソリューションセンター関東は大型整備センター並びに研修センターを完備しています。顧客の手を止めないサービス体制のさらなる強化を図るとともに、ヤンマーの情報発信基地として先進農業にとどまらず、ヤンマーグループのさまざまな情報や取り組みを発信していくための施設です。こちらの施設を含め全国に4つのアグリソリューションセンターがあり、こちらのアグリソリューションセンター関東は2021年7月に稼働したばかりの一番新しい施設です。最新の農業機械の展示やグッズ販売を行っているショールームをはじめ、最大90人までの研修受け入れ可能なセミナールーム、関東最大の大型の整備センター関東アグリサポートセンター、また1500平方メートルのデモフィールドも完備しており、試乗体験などもできます。そして敷地の中にはヤンマーアグリジャパンをはじめヤンマーグループ4社の社員100名が働いている事務所棟や、アグリサポートセンターに付随する研修棟では最大80人の研修が可能です。そしてここ茨城県は北海道、鹿児島に次ぎ全国3位の農業産出額を誇る農業大国で、関東エリアの中では1位です。大消費地である首都圏に隣接し、温和な気候と広大な平地の条件を生かした野菜の生産が盛んに行われています。アグリソリューションセンター関東のロケーションを茨城県に決めた大きな理由の一つにもなっています。まずはこちらショールームにやってきました。こう全面ガラス張りですごい綺麗なんですよね。こんにちは。お久しぶりです。ヤンマーアグリジャパンのハガリです。ハガリさんお久しぶりです。前回のね、直進アシストの試乗の際には大変お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございました。ハガリさん、こちらのショールームすっごくおしゃれですね。ありがとうございます。こちらは全国のアグリソリューションセンターのデザインを踏襲しており、最新の農業機械やエネルギーシステム、建設機械のパネルや機械を展示しております。またヤンマーブランドを発信するインタラクティブコアと天井のペンダントライトで、ヤンマーの基幹事業であるエンジンのピストンからインスピレーションを受けております。へー、こだわりがたくさん詰まってそうですね、はい、ご案内いただくの楽しみです。私がショールームをご案内いたしますので、はい、いただけたと思います。はい、では早速行きましょう。行きましょう、行きましょう。アグソリ関東、こちらショールームになります。おー、広い。 そうですね、すごい開放的ですね、はい、そしてもういきなりの存在感、はい、トラクターですか。はい、こちら YT5114R というヤンマートラクターの中で一番大きいトラクターになります。いやすごい、これちょっと見てください。もうこのね、この大きさ、それからあこのタイヤすごくないですか。こんな大きいの見たことない。やっぱり大きいトラクターには大きいタイヤがついております。いやーすごいな、迫力がやっぱり違いますね。そしてこの赤い色ね、はい、ヤンマーさんのイメージカラーですよね。はい、ヤンマープレミアムレッドといいまして独自の色を使っております。なので田んぼでしたり畑でしたり赤いトラクターがありましたらヤンマートラクターだと思っていただければと思います。これめっちゃ目立つんじゃないですか。はい、とても目映えますね。今で言いますと実際の見学ツアーではこちら試乗できるということなので、私も乗っちゃっていいですか。はい、どうぞこちらに。ありがとうございます。ちょっとね、この手元カメラでバッチリ目線を押さえていきますよ。まず、おお、これ扉大きくないですか。はい、普通のトラクターですとこちらに柱がついているんですが、はいはい、これは一面のガラスになっておりまして、オペレーターからはすごい開放的に見やすいものになっております。なるほど、すごいね、一面ガラス張りっていうのもいいですね。はい、ありがとうございます。早速、はい、どうぞ。失礼します。足元にお気をつけていただければと思います。ありがとうございます。
よいしょ。おー、あ、広い。思ってたよりも全然広い。はい、すごい。でも開放的に窮屈感がないような、はい、そう、視界がね、すごい開けた。気持ちいいですね。ありがとうございます。いや、この高いところからも一面見渡せますね。はい、すごい。そして、あれ、このクッション、どういうことですかこれ。はい、すごい。エアサスペンションがついておりまして、はい、トラクターの作業場となりますと凹凸した畑でしたり田んぼっていうのがありますので、そういったものを吸収するような形でオペレーターの方にリラックスして乗っていただくような形に、ね、なるほど。確かにこれだと疲れにくいですね。はい、そうですね。そういう工夫も施されてるんだ、すごい。いや、そしてちょっとね、車内をこうぐるっと見てみるとこんな感じで、なんか車と似たような感じですね。そうですね、エアコンがついておりますね。はい、あ、たくさんスドルがあって、あ、なんかモニターがありますけれども、こちら何に使うんですか。こちら2023年6月1日から新発売となりました直進アシスト仕様の直進アシストを起動するためのモニターになっております。これあれですよね、あのハンドル持たなくてもまっすぐ走れるやつですよね。はい、へえ。直進アシストトラクターを使っていただければオペレーターの方も疲れなく、長時間でしたりそういったものを作業することができるようになっております。なかなかね、まっすぐ走るのって難しいんだろうなって素人でも思うので、はい、こういう機能があると本当にいいですよね。はい、ありがとうございます。へえ、いや気持ちいいな。こちら田植え機になります。おー、ヤンマーのこの8畳上の田植え機になっておりまして YR8DA という機種になっております。こちらも試乗ができるんですかね。そうですね、はい、足元に気をつけていただければ、こちら、ありがとうございます。おー、あ、はいはいはい、すごいすごいすごい。もうちょうどね、今5月6月だから今の時期、そうですね、大活躍の、はい、大活躍のものになっております ね、 田植え機ですよね。で、ここにたくさんこう苗を、そうですね、はい、苗を入れていただきまして、後ろですね、はい、なるほどなるほど、いただいて苗をどんどん入れていただくような、いや、こんな風になってたんですね。あれ、これって何に使うんですか。こちら肥料を入れるような箱になっておりまして、田植えをしながらその肥料を撒くことができるような機械になっておりますね。すごい、はい、一緒にできるんですね。一緒にできるような形になっておりますね。あ、それはもうだいぶ時短になりますね。そうですね、はい。これって何に使うやつですか、この黒いの。こちら衛星情報を受信する受信機になっておりまして、直進アシスト機能というのもついております。こちらもこの田植え機もまっすぐもう手放しで走れるんですね。そうですね、はい、右側のコントローラーの方でオートボタンがありますので、そのオートボタンを押していただければ直進アシストできるような形になっております、ね。はい、なるほど、いや便利ですね、はい、ですね。これはドローンですね。そうですね、はい、農薬散布用のドローンになっておりまして、30リッター詰めるようになってますね。いや本当にこういう、ね、便利な農機具っていうのがたくさん展示されてるんですね。はい、またちょっと紹介したい商品がありまして、こちらに来ていただけますか。はい、まだあるんですね。はい、こちらに来ていただければと思います。おー、こちらですね、コンバインですか。はい、おっきい。こちら収穫量マッピングコンバインになっておりまして、はい、YH6135 という機種になっておりますね。いや、もう存在感がすごいですね。はい、ヤンマーの自達型コンバインの中では138馬力になっておりまして、史上最大の馬力になっておりますね、ヤンマー市場の中です。見るからにすごそうですよね。そうですね、はい、大きいものになっておりまして、ちょっと横側も見ていいですか。そうですね、横の方を見ていただければと思います。おー、あ、こちらもご覧になっていただければと思います。はい、トゲトゲしたのいっぱいありますけど、ここで何をするんでしょうか。こちら小木道になっておりまして、稲穂が流れてきたものを米の部分と分離させるものになっておりますね。これも結構サイズ大きいんですか。そうですね、はい、前の部分の138馬力になっております。収穫した後をこの小木道で分離していくような形になっておりますので、大きいサイズのものでなければその処理スピードというのが追いついていかなくなってしまいますので、それだけこう時間短縮できて、はい、効率的に作業もできるようになっているってことなんですね。そうですね、はい、なるほどな。いや、便利になってきてますね、本当に、はい。じゃあちょっと今回も試しに乗らせていただこうと思います。はい、手元カメラでもバッチリ私の目線をお願いいたします。したいと思います。はい、あ、足元なんかさっきよりも高い、目線がさらに高くなってる気がする。よいしょ。おー、あ、ここはもう本当に車みたいな感じで運転できるんですね。そうですね、
ヤンマーのコンバインの特徴としていまして、丸ハンドルを採用しておりまして、やっぱり車操作に慣れている方、使い慣れた操作でコンバインの収穫作業ができるようになっております。そして目線がこうです。はい、あー高い、気持ちいい、開放的です。下もすごく見やすいような形になっておりますね。こんなにもう真下で稲を買っていくんですね。はい、しっかり稲の情報を見れるような開放的なものになっております。すごい、もうこんな間近で見られるんですね。そうですね、はい。なるほど。いやー、なんだろう、でもすごい快適です。ありがとうございます。なんかね、こう閉塞感があるのかなっていうイメージあったんですけど、はい、やっぱりこうガラス張りになってるので、よりこう開放感ありますし。そうです。いやー、これはいいですね。すごい。ここには休憩スペースもあるっていうふうに聞いたんですけれども。はい、休憩スペース、あちらになりますので一緒に行きましょう。なんかここすごいおしゃれ。ヤンマー製品が今現行で発売されているカタログになりますね。カタログなんですね。こう写真が綺麗にレイアウトされているのかと思いました。はい、なんかこういうこうデザイン性があるところもいいですね。はい、素敵。はい、ありがとうございます。へー、アグソリ関東、こちらが休憩スペースになります。はい、わあ、おしゃれですね。ありがとうございます。ジオラマですか。はい、東京大学レゴ部に制作していただいたジオラマになります。あ、これレゴなんですね。はい、一個一個レゴですね。細かい。はい、こちらが春の作業機ですね。で、無人作業と直進アシスト作業をやっておりますね。ほら、人乗ってないんですよ。はい、隣の田植え機も、ね、手を離してる状態なので、もうレゴでも最先端の農業を表現できるんですね。はいはい、こちら夏。そうですね、夏になります。ドローン作業で、そうですね、農薬散布をしております。なるほど、実りの秋来ました。そうですね、はい、コンバインで稲を飼っているような形になります。一番嬉しい季節ですよね。はい、ちなみにここでちょっと質問なんですが、この稲、既存のレゴのパーツを使って工夫してこういった稲を表してるんですが、ちなみに何の部品だと思いますか。フォークとか。そうかな。いや、でもなんかちょっと違いますよね。なんだろう。はい、これは鳥の足を使っております。鳥の足のその鍵爪ですね、稲穂っていうのを表しておりますね。なるほど、なんかこう秋風になびいてる稲穂を、ね、すごい、はい、うまく表現されてるなって思ってたけど、鳥の足だなんて思わなかった。思わなかったですよね。すこのレゴブロックのジオラマなんですが、はい、3万個の既存パーツを使って作成されているような形になりますね。すごい。ちょっと写真撮らせてもらっていいですか。あ、大丈夫です。はい、いいですか。ありがとうございます。じゃあちょっと春から撮ろうかな。めっちゃいい感じに映える。一番いいですね。春はやっぱ桜も咲いていますので、いい感じですね。あ、はい、写真撮って気づいたんですけど、あちらの方は目が合っちゃった。カメラ越しに目が合いました。こちら創業者の山岡孫吉の自画像になっております。こちらヤンマーの初代の代表的なトラクターでしたり、エンジンですね、コンセプトアートとして飾っております。これの、初代がこちらになりますね。あ、これになるんですね。はい、あ、63年ってことは今60年経って。そうですね、はい、ここまで進化するんですか。かっこいい、すごい。ヤンマーの長い歴史っていうものを感じることができますね。はい、ありがとうございます。あれ、なんか机もヤンマーの昔の車掌になっておりますね。はい、あ、歴代の。そうですね、はい、歴代の車掌っていうのをデザインとして表して机の上でおしゃれております。なんだかくつろげそうな空間ですね。そうですね、はい、こちらグッズコーナーになります。はい、あ、たくさんありますね。はい、今人気商品ですとこの帽子でしたり、はい、このミニチュアですね。おー、よく売れております。あ、トニカもあるんですね。これかわいいですよ。ほら、これもよく出ておりますね。うん、他にもでかいちょっとミニチュアでしたり、はい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 、こういった作業着つなぎとかもですね、もう用意されております。あ、すごい、はい、いいですね。ちょっと注目していただきたい商品がありまして、はい、こちら新商品になっておりまして、はい、ランボーマーボーをデザインされたランチ巾着になります。かわいい。あ、いいですね。お弁当の袋なんですね。はい、でもここに来ると実際にトラクターに乗れたりとかできますし、はい、でこういったグッズのね、限定グッズも購入できるってなると、ヤンマーファンの方々すごくいい思い出になりますよね。はい、よく言われております。いやー、
や私も楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。この後私お隣の関東アグリサポートセンターの方にもちょっとお邪魔していきたいと思いますので、はい、ハガリさん今日はいろいろ教えてくださってありがとうございました。ありがとうございました。では行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。アグソリ関東。さて関東アグリサポートセンターに移動してきました。こちら2階なんですけれども見てください。今ね整備をしている様子というのを見られるようになっているんです。この中には入ることツアーの中ではできないのでここからねこう隅々見ることができるんですよ。こうして見るとやっぱり大きな機械たくさんありますよね。タイヤとかこう車体を見るとちょっとこう砂もかかっていていつもね使ってらっしゃるものを今から整備するんだなっていうのが本当によくわかります。こうして見ると緑色のジョンディアのトラクターもたくさんあってヤンマーだけじゃなくてジョンディアの製品も修理されてるんですね。永井さん、はい、お待たせしました。はい、私関東アグリサポートセンターの佐藤と申します。あ、佐藤さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、下の方に降りて工場の中を案内させていただきたいと思いますので。中って入れないんじゃなかったですか。今日は特別です。いいんですか。今日は大丈夫です。いいんですか、はい、ありがとうございます、はい、では行きましょう。はい、やったアグソリ関東。じゃあこちらどうぞ。はい、ありがとうございます。おー、天井が高いですね。大きい、はい、こちらアグリサポートセンターはですね、はい、大型機械の点検整備などを行っておりまして、主にですねエンジンやミッションなどですね時間のかかる困難な整備などを行っております。国の認証を取得しておりますので時速35キロ以上で走行可能なジョンディアトラクター、また国外のトラクターなどですねさまざまな機械を整備することができるようになっております。本当に幅広くこの場所で整備をすることができるんですね、はい、ここたくさん機械並んでますけれども何人の方で整備されてるんですか。こちらはですね12名の社員で仕事しております。1人ですねワンスパン一つのくくりですね、はい、をワンスパンというふうに言っておりますので1人ワンスパン与えられて仕事をしているということになってます。1人で一つの機械を整備するっていう形なんですか。そうです。責任重大ですね。そうですね、はい、そうか。最長でどれくらいの期間かかるんですか。まあ、長いものですと1ヶ月近くかかるものもあります。じゃあかなり根気のいる整備ですね。そうですね、そうですね、はい、どんな整備しているか聞いてみましょうか。あ、いいですか、はい、失礼します。田部さん、はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今どういう作業されてるんですか。今こちらのジョンディアの 6R シリーズっていうトラクターなんですけれども、はい、まあ、お客さんからの依頼でですね油漏れとあとちょっと気になる音がするということで、トランスミッションを分解させてもらってます。なるほど。そのチェックでここまでするんだって思うぐらいバラバラだなって思ったんですけど、はい、ここまでしなきゃいけないんですね。そうですね。どうしてもその診断のために細かくばらさないとわからない部分っていうのが結構ありますのでこうやって分解させてもらってますね。いやー本当根気のいる作業ですね。ですね。トラクターの整備でこう重要なことだったり大変なことってありますか。はい、トラクターの外側についてるものの故障っていうのはそんなに難しくはないんですけれども、まあ、今回みたいにトランスミッションだとか、まあ、あとはエンジンなんかっていうのはこう分解して開けてみないとわからない部分っていうのが多いですので中身を見なきゃいけない修理っていうのが大変ですね。どの作業が一番しんどいですか。このトランスミッションをちょっとこっち見てもらうとわかるんですけど、はい、これもともとここに入ってるんですよね。はあ、なるほど。トランスミッションを外すためにはこのキャビンも外さなきゃいけないので。あ、そっか、これが本当はここに乗って、はい、乗ってるんですもんね。はい、あちらにクレーンがあるんですけど、あ、ちょっと特殊工具を使ってクレーンで吊り上げて下ろすのはできます。いやーでもすごいですね。そうか、じゃあこう整備されててやりがいを感じることとかってどういう時ですか。はい、今まで誰も触ったことのない機械という機械をこう手探り状態で作業を進めていくっていうのが結構好きなんで、へー、そういうところにやりがいというか楽しさは
感じますね。まあ、そうやってのこう今まで触ったことがないものをこう完成形に持っていけたとき、はい、整備できたときっていうのがすごい気持ちいい。そうですね、達成感はあります。そのお客さんにこう、はい、整備できたものをお渡しするときってどういう気持ちですか？そうですね、やっぱお客さんもかなり大切に使っている機械ですので、治ったよ、ありがとうっていう声を聞くと嬉しいですね。そこはもう、はい、田部さんの腕がいいからと。腕ですね。腕がいいからということですね。いやーすごい、めちゃくちゃ大変ですね。いやそんなこともないですよ。熟練した整備担当者なんで。あ、そっかそっか。いやー本当ありがとうございます。ここ、ね、ありがとうございます。田部さんありがとうございました。頑張ってください。じゃあこちらで、はい、はい、ちょっと次も見てみましょう。はい、いやトラクターすごかったですね。そうですね、すごかったですね。びっくりしました。あ、ここにも、あれ、ここは一、はい、つのスペースの中に2台違う機械がありますね、はい、そうですね、こちら一つのスパンが非常に広い、ようになっておりますので、一つのスパンにこういった複数台機械を入れて、一人の担当者が、同時進行でですね作業を進めているという状況。同時進行で、はい、すごいですね。でもそこまでしてこう回転させないといけないくらいたくさん機械がこう修理としてやってくるってことですよね。はい、お客様からのご要望がありましたのでね。はい、そうか、やっぱそれだけここの場所が信頼されている証拠でもありますね。ありがたいです。すごいな。あ、大きいドローンありますね。ドローンです。今整備されてるんですか？そうですね、はい。あ、ちょっとお話聞いてもいいですか？あ、はい、大丈夫です。 ありがとうございます。はい、武井さんです。はい、こんにちは。すいません、お仕事されてるところ。今これどういう作業をされてるんですか？年に1回お客様から点検整備でお預かりしてますので、その整備を行っております。どこかの故障の修理っていうわけじゃなくて点検の整備もされるんですね。はい、定期点検を行ってます。どういったところを中心に見るんですか？プロペラのこのガスケットっていう細かい部品があるんですけど、それを毎年交換したりとか、あとは液剤を散布するのに、その散布される部分にゴムの部品がありますので、そういった部分を交換するとか、点検の記録簿に沿って点検を行っております。へー、そっか。もう武井さんはドローンの専門みたいな形で整備されるんですか？まあ、資格が必要になりますので。ドローンの整備には資格が必要になるんですね。はい、そうなんです。国で定められた資格になりますので、うちですと現在4名の整備社員が資格を保有して整備に当たっているということです。なるほど。はい、その中で武井さんはどうですか？もう優秀ですよ。手先が器用なので、あ、まあ、向いてるなと思って自信を持ってもう専任いたしましたので。あ、なるほどなるほど。もう佐藤さんからもう直々にもう、はい、信頼してますから。だそうですよ。はい、ありがとうございます。すごい、ハニカム笑顔が可愛らしい。ありがとうございます。じゃあこの整備をされてる時にやりがいってどういう時に感じますか？はい、昔からなんですけど、こういった機械とか物をこう触ったり、まあ、分解したり組み立てしたりっていうのが昔から好きなので、こういったドローン細かいものを触るのも結構好きで。なるほど。さっきね、佐藤さんが適任って言ってた意味がここでもう合点いきました。でこの後テストの飛行をされる。テストフライトを最後に行いまして、で OK でしたら、お客様に納品という形になっております。整備を終えて飛ばすとき、そのテストで飛ばすときっていうのはどういうお気持ちなんですか？はい、結構大きなものになるので緊張はしますけれども、点検整備の流れのうちの一つにテストフライトという項目も重要な一つになってますので、お客様に安心してドローンを飛ばしていただけるように努めております。これからこういったドローンで農薬を散布される農家さんどんどん増えてくるのかなって思うんですけれども。少し前までは、ラジコンのヘリコプターを使って散布されるお客様が結構いらっしゃったんですけれども、ここ数年になりまして散布にドローンを使われる農家さんが増えてきていらっしゃいますね。ドローンってちょっとこう壊れやすいってイメージが、まあ、一般の市民としてはねあるんですけれども、ちょっと困ったらもう武井さんのところに駆け込んだら何とかしてくれるって感じですかね？そうですね、私がバッチリ整備いたしますのでお任せください。頼もしいですね。素晴らしい素晴らしい、あ
ありがとうございます。すいません、お仕事中にありがとうございました。ありがとうございました。もう少し頑張ってください。はい、ありがとうございます。行きましょう。はい、ありがとうございます。いやでも本当たくさんの機械が所狭しと並んでますね。そう見えます？はい。もうちょっといっぱいになりますけど。まだ増えるんですか？そうですね、もうまだまだ。大変。いやすごい作業ですね。いえいえいえ。あ、今コンバインの整備されてるのちょっとお話聞いてもいいですかね。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。こちら今担当してる、こんにちは、木村さんです。木村さん、すいません、お仕事中失礼します。木村です、お願いします。どういったところを点検していくんですか？ヤンマーで決められている点検項目っていうのがあるので、それに沿って点検はしていくんですけど、はい、まずこういう外側のカバー、はい、外しやすいカバーをこう外していく形になります。え、すごい、めちゃくちゃ詰まってます。これ全部稲の藁になるんですか？全部稲の藁です。こんなに詰まるんですね。このままもし放置してたらどうなっちゃうんですか？傷みが早くなってしまうんで、こういうのはもう全部洗浄とかしていって新品同様に戻していくっていう感じになります。新品同様にってすごいですね。そうですね、今はね、汚れちゃっている状態ですけど、うん、一つ一つ作業していって最終的には新品に近いような状況に戻してお客様にお返しするということを目指してますね。次の秋に綺麗な状態で稲刈りしてもらえるようにっていう。そうですね、はい、真心ですね。素晴らしい。永井さん、はい、せっかくなんで後ろの方も見てみません？いいですか？はい、あ、じゃあ木村さんもお願いします。こっちはあれですよね、あの稲の部分と米の部分、実の部分をこう剥がす、選別、選別するところ、選別していくところになります。はい、あ、さっきね、ここショールームで見てきたんですよ。見てきたんですか？はい、これ小木道って言うんですよ。お、これがこう回っていくんですけど、はい、これで稲ともみの部分を分けていく、うんうん、ここはどういうところをポイントに整理していくんですか？稲ともみを剥がす、これが刃になっているんですけど、はい、この刃が稲のもみに負けて摩耗してきてしまうんですよ。摩耗っていうのはこう欠けたりとかしてるってことですか？この鉄の部分が薄くなってきてしまうんですよ。そういうのを一つ一本一本こう見ていって、あ、そこがその薄くなってたらそこの部分だけ取り替える、だけ交換っていう形。なるほど。じゃあこれもじゃあ本当に一個一個目視して、目視で確認するってことは経験が必要になりますよね。まあそうですね、かなり訓練されましたか？だいぶ台数をこなしてやっと最近分かるようになってきました。素晴らしい。ちなみに今入社何年目でいらっしゃる？今3年目になります。素晴らしいですね。頼もしい方々たくさんいるし、ホープです、ホープ。ホープ、やった。喜びを感じる時っていうのはどういう時ですか？まあ、直接お客さんと接することが少ない場所になるので、まあ、営業の担当の方とかから実際に自分が整備した機械が調子よく動いてるよっていう時に一番やってよかったなっていう時が一番嬉しいですね。はい、やっぱりね、あの農家さんたちにとって本当に大切な一台なの です、ね、はい、それをこう心を込めて整備されて、でそれを喜んで使ってくださってるっていうところがまた嬉しいですね。また嬉しいですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあしっかりとあの一つ一つ見極めて、はい、大事に整備をしてあげてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、普段立ち入ることができないこの整備工場入らせていただいて3名の方に、ね、お話を伺ってきたんですけれども、はい、やっぱ皆さんから感じたのはその誠実さだったり、お客様の顔を浮かべながら作業をされているんだなというのをすごく感じました。そうですね、はい、まあ、今後もですね、お客様に、ぜひ選ばれる、整備工場というのを目指していきたいと思ってますんで、いや私がもうお客さんだったら安心して預けられますね。 ありがとうございます。まあ、そんな整備工場を目指すにあたってですね、まずは、職場の雰囲気、これを良くしていきたいというふうに考えておりますので、社員一人一人が、まあ、家族に自慢できるようなそんな職場を目指していきたいと思っております。いや職場作りっておっしゃいましたけれども、今日ね3名の方とお話伺って皆さんすごい仲いいんだなっていうのがめちゃくちゃ伝わってきましたよ。仲はいいです、ね、いや本当にいい雰囲気の中でお仕事されているなっていうのを私もね、はい、感じることができました、はい、本当に貴重な経験させていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。アグソリ関東、
ということで、アグリソリューションセンター関東の中の様子をたっぷりとお届けしました。いや私もねすごく楽しかったです。こちらのアグリソリューションセンター関東では ICT 農機や農作業安全講習、そして学生の施設見学の受け入れなどを今後行っていく予定だということです。気になるという方、インターネットから申し込みできますので、ヤンマーのホームページを検索してください。それでは、せーの、お待ちしてます。もういきなりの存在感、はい、ハンドル持たなくてもまっすぐ走れるやつですよね、はい、なんかここすごいおしゃれ、これレゴなんですね、はい、目が合っちゃった。すごくいい思い出になりますよね。阿部さんの腕がバッチリ整備いたしますので、これ小木道って言うんですよ。家族に自慢できるようなそんな職場を目指していきたいと。A sustainable future. Yanmar.